やっほー、じゃーん、アイブちゃんのシネマポップアップグッズが届きました。まあこれなんか2個口で届くみたいなんですけど、まだ1つしか今日は届かなくて、まあこれからちょっと先に開けていこうと思います。我慢できないので、もう1つは明日か明後日届くと思う。まあ、でもそんなにね買ってないんですよね。あ、ちなみに9点で私は買いました。代行とか使わずに、なんかオンラインなくて、とりあえず現地販売だったから代行が分かんなくて9点で買ったし、高いじゃん9点でも。だからね、品数はそんなに買ってない。じゃーん、おー、これですね、これこれ。ちなみにもうさ、秋ということでニットにしてみました、スリーブを。はい、開けてみます。なんかビジュアルが載ってるものしか買ってないですね。こんな感じ、とりあえず。はい、じゃあまずこれから開けましょう。アクスタです。アクスタはやっぱり出るたびに買っちゃうわ。あ、待って、なにこれ。わー、なにか可愛いおまけがついてる。可愛くない？そしたらこちらのオニオンちゃんから開けてみますね。日本ではさ、やらないのかな、映画。東京ドームはさ、ドームでまたあれだよね、DVD 出そうだよね。そう、トレカがついてるんですよね。今までさ、トレカとかついたことなかったし、今回のアクスタはなんかね、いつもと違うんですよね。フォトカードが入れれるアクスタになってる。はい、じゃあめくっていきます。ちょっとね、もうおなじみ、私の嫌いなフィルムがねついてるんですけど、まあ、フィルム撮るところはカットします。みんなアクスタのフィルムはどうやって撮ってますか？私はちょっと爪でこうやってしながら、こうやってしてるこうやってこうやってしてる。あ、大きさはあれだ。え、どれくらい？なんかこのサイズかな。え、かわいい、このなんかシンプルオニオンちゃんも。これよりちょっとだけ小さめなサイズですね。かっこいいスーツスタイルのオニオンちゃんのアクスタ。どんどんアクスタもね、溜まっていって、嬉しい。アクスタ好きだから。あ、これと同じサイズかな。あ、でもこれよりもちっちゃいか。それとこれが台座ですね。あ、これどこにどれをつけるんだろう。いっぱい穴が開いてる。これはフォトカードの裏側かな。うわ、黒だから超反射しそう。ちょっと気をつけようあ、ここにつけるのかな、これ。たまった。やばい、ちょっと待って、私テクってきてない？フィルム撮るの。ちょっとやっぱ慣れてきたかもしれない。あ、ここに入れるわけですね。そしてネームプレート、今回黒と紫ですね。これはこっちかな、多分こっちだよね、ネームプレート。オッケー、あまり時間かけずにできました。そしてトレカが、じゃん、おー、かわいい、かわいい。もちろんオニオンちゃんです、トレカも。友達と言ってたんだけど、何のポーズだろうって、これ。このポーズは何だろうって言ってた、友達と。みんな同じポーズしてるんですよ。早速入れてみますか。あ、超シンプルでいいね、これ。黒、白って感じで。あ、おー、挟みます、こんな感じで。あー、なんかちょっと、挟みにくい。あ、はい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 。はー、いいかもいいかもいいかも。できました、皆さん。どうですか？びっくりしたよね、音。ごめんなさい、ちゃんとハマってなかった。シンプルでかっこいい。トレカとやっぱ一緒に飾っておくのがいいよね、これは。よくね、いい感じじゃん、ここら辺の。あ、そっか、なんかこんな感じのかっこいいのが今回のツアーのね、何カラーだったのかな。これも今回のツアーだったか。はい、じゃあそしたらこれはね、1個しか買ってないんだけど、先にこっちを開けよう。なんか最近レギュラー化してるフォトセットみたいなやつですね。これはオニオンちゃんを買いました。じゃーん、うわー、かわいい、やばい。ちょっと待って、かわいい、かわいいんですけど、挟まれてます、たくさんのオニオンちゃんが。はい、トレカもありました、かわいい。チケット持ってる、このトレカ。じゃーん、やばい、下ペロオニオンだ。
なんかこの美女結構出てるんだけど、どれがどの美女かを把握してなかったから、これなんだって感じ。え、かわいい、チケット持ってるやつも。そして証明写真ね、これ。あー、いいね。これ切るのもったいないんだけど、前回のやつはね、切りましたね、私。前回のやつも、前回のも切っちゃって、なんかここに今貼っつけてるんですよね。かわいい。なんかこれ何のグッズ？普通に韓国のグッズだけど、これも紫黒モチーフですね。これはなんか普通のファイルみたいなのになってて、まあ仕様は同じかな。これだった、ポスターみたいなの。今いろいろ挟んじゃってるんだけど、なんかやっぱあれだね、定番化しつつあるね、このグッズも。はい、証明写真とポスターですね。新美女、シネマ用の美女かな。かわいい、かわいい。はあ、マジで癒し。入れておきます。トレカだけ取り出して入れておきます。はい、そしてこれがポップコーンのポーチとトレカです。これはね、一つしか買ってない。トレカはランダムで、この中に挟んで持ち歩こうみたいな感じだと思います。なんか最近流行ってるんですよね、こういうポーチみたいなトレカケースが。ボラミストアさんでもあった可愛いのが、買おうかなって悩んだんだけど、やめた。可愛いよね、このポップコーンも。絵が可愛い。はい、そしてこれはランダムですね。本当はね、買いたかったんだけど、抑えました。ちょっともう、お金がね、ないですってことで。はい、じゃあこちら、いきます。みんなポップコーン持ってるんですよ、これ。マジ可愛くて。せーの、じゃーん。ね、このガールちゃんがマジで可愛くて、確かね、ガールちゃんだけポップコーン食べてるんだったよね、確か。美女がね、もう爆発してます。え、可愛い。ちょっと入れてみよう、早速。これはこのまま入れる感じのやつかな。あ、ちょっと待って、入れにくい。あ、こうもうそのまま入れちゃう系ね。硬質ケースとか入るのかな、心配だよね、ちょっと。でも意外にね、このポーチもしっかりしてるよ。てか可愛いんだけど、このポーチ。え、かわいい。ちょっと待って、硬質ケースが入るかどうか。これ入るかな。あー、わかんないな、入るかどうか。あー、入りません。硬質ケースは。カウルちゃんマジかわいい、この美女。はい、こんな感じで、推し活いけるよって感じですね。はい、今日届いたのはこんな感じ。なんかさ、なんだっけ。あ、そう、7000ウォン買ったらつくトレカとかもつけてくれるはずなんですけど、この中には入ってなかったから、2便で届くかもしれないから、ドキドキしながら待ちたいと思います。とりあえず今日はこんな感じでした。可愛かったでしょう、皆さん。そう、今はね、もう、現地販売終わっちゃってるけど、オンラインがあるってなんかさっき X で見たから、まだね、チャンスあるかもしれないです。じゃあ、2便届いたら、つなげます。バイバイ。じゃあ、第2便が届きました。ちょっと、段ボールが大きすぎて、机に乗せると全部隠れちゃうので、とりあえず開けたいと思います。あ、これさ、このケースにも入れてみた、アセンディオの。え、合うくない？とりあえず、買った。これは、ライトスティックバッグが入ってます。うわ、入ってますね。じゃーん。こんな感じ。ちょっとフォトカードが飛び出ちゃってるけど、こんな感じで入ってます。1、2、3と、これは多分特典のトレカですね。なんと私、このなんだっけ、ライトスティックバッグ、ライトスティックバッグを3つも購入しました。はい、なぜかというと、トレカが超好みだったからです。トレカ目的です、正直。あのね、東京ドームの美女なんですよ。どう見ても、このお菓子は。しかも、ウーニョンちゃんが最終日のツインテールの美女で、てかみんな多分最終日の美女なんだけども、ウーニョンちゃんのあの神美女のトレカが出るのと思って、え、欲しいと思って、ウーニョンちゃん出るかわかんないんだけど、3つ買ってみました。え、てか、みんな美女良かったじゃん。あのトレカ、もう美女見たんだけどさ。個人的にガウルちゃんと、ちょっとユージンもやばかった。ってことで、開けたいと思います。おまけがね、またついてた。
可愛いパーツ。これが特典か。どっちから見ようかな。とりあえずこっちから見るか。3つもあってやばいから、机が開けてみよう。はい、こちらがトレカです。はい、じゃあバッグからちょっと見ますね。ちょっとバッグの紹介もしたいんだけど、先にトレカを取り出します。はい、私さ、バッグ3つも買ってるから、2つさ正直使わないんだよね。ショルダーにもなります。ここになんかちょっとした小さなポケットがついてて、お、内側にもポケットついてる。ちょっと網の、わかる？バッグ紹介とかあんまりしたことないんだけど、なんかね、ここに網のねポケットついてる。電池とか挟めるんじゃないって感じ。なんかライブとかあったら普通に使いたい。日本にもライトスティックのバッグ出てたけど、バッグというかケース出てたけど、私買ってないんですよね。ちょっと場所取るなぁと思って、うん、だから私はこっちで行こうかな、せっかく買ったから。で、ここにビリビリがついてるんですね。ここで挟むみたいです。わ、いいんじゃん。お、見て、こんな感じ。ここで挟んでる。からちょっとこっちにさ、財布とか入れて、え、ライブ行ける。え、正直日本のやつよりこっちの方が好き。可愛いんだけど、普通にボストンバッグの超ちっちゃい版って感じ、形が。はい、こんな感じですね。これがね、一番ドキドキしてるんだけど、ちょっとトレカを見たいと思います。これ最後に見ようかな。先にこのね、特典トレカの方見る。おー、これ2枚入ってるのかな。あ、2枚入ってる。ちゃんとコンサートのやつとセルカのやつ。え、これから見ようか。一緒なんかな。せーの、じゃーん。あ、待って、かわいい。友人の、もうこれやばいよね。この笑顔友人マジやばい。韓国のソウルコの時の美術かな、確か。かわいい。こっちセルカの方だ。じゃーん。あ、友人の、あ、同じなんだね。同じにしてくれて入れてる。かわいい。マジで犬なんだけど。これは正直ね、みんなね、何の美女か分かってないんですよね、まだ。私、何の美女？なんかこのトレカは質がなんか違うんです。紙じゃなくてプラスチックみたいな感じ。傷がつきにくいんかな。はい、友人オンリーが来てくれました。じゃあこれも一緒だね。せーの、じゃーん。あ、姉ちゃんだ。待って、かわいい。二人とも、待って、メガネしてるんだけど。え、何の美女これ、マジで。めっちゃなんかさ、プライベートっていうかオフっぽくない？あまりメイクもさ、強くなくて。これ、レイちゃんの私物のサングラスじゃなくてメガネっぽくない？なんかこういうメガネかけてたよね。あ、レイちゃんの私の大好きな笑顔の素な感じでいいよね、このライブのさ、この写真っていうの。はい、特典トレカはこんな感じでした。で、最後ライトスティックバッグ。私本当にこれが一番のお目当て。じゃないと3つも買わないよね。はい、じゃあ1枚目いきます。せーの、じゃーん。待って、待って、来たんだけど。ちょっと待って、絶対うるさかったね、私今。え、やばい、手が震えるんだけど。一番欲しかったの来た。え、マジ手震える。やばい。え、一番欲しかったんですけど、私これが。え、めちゃくちゃ可愛い。本当にめちゃくちゃ可愛い。わ、女王様って感じなんですけど。可愛い。ちょっとなんとなくこれに入れてみた。ちょっと2枚目いきますね。せーの、じゃーん。わ、ガウルちゃん来た。わ、もうやばい、このガウルちゃん。めっちゃ可愛いんですけど。美女やばくない？やっぱこのライトスティックのトレカは本当にみんなやばいわ。やっぱあの東京ドームさ、思い出すじゃん、この衣装と髪型。でなぜかこのアセンディオのトレカケースに入れてるんだけど、さっきから。結構過去のトレカシリーズで今回のやっぱ東京ドームのビジュは本当に好き。しかも高かったんですよね。9点で買うと8000円ぐらいしたんですよ、一つ、あのバッグ付きで。だから絶対欲しかったんですよ。ってことで、最後ですね。じゃん！あ、リスだ！
もやばいんですけど。リズちゃんって無表情のトレカ多いじゃないですか。それがね、めっちゃ様になってない、この美女。かわいい。ストレートだったんだよね。そう、この時の東京ドームのこれ何個あるんって感じよね。この東京ドームの時のリズちゃんね、ストレートだったの。めっちゃ綺麗な、ほんとみんななんか女王様って感じ。本当に強いよね、このトレカ。紙トレカ開封結果こんな感じでしたね。全部開封したよね。これで全部だよね。あとなんかフォトみたいなのがあったか。はい、こんな感じで無事にお尻を引けて大満足ですね。結構お金かかっちゃったんですけど、ちょっとね最後の方うるさかったと思うんですけど、動画皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。あの、誰かライトスティックバッグ買ってください、お安く売るので。ってことで今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。